ただいまより東日本大震災追悼式を開会いたします。黙祷。黙祷願います。3100人を超える尊い命を奪い去り、美しくのどかなふるさとの姿を一変させました。そして原子力発電所の変わり果てた姿、その凄まじい光景が今も脳裏に焼き付いております。あれから2年、本県は今も災害のただ中にあります。だからこそ私たちはこの逆境をバネとして高い理想を掲げ、強い意志を持って前に進んでいかなければなりません。一日も早く元のふるさとを取り戻し、世界に誇れる復興を成し遂げて、未来の子どもたちに引き継いでいく、このことが今の私たちの務めであると思っております。原子力に頼らず発展し続けている社会、こうした未来を目指し、復興への歩みを着実に進めていくことを、震災の犠牲となられた御霊の前で改めてお誓い申し上げます。本県の復興再生に補完を賜らんことを願い、そしてまたご遺族の皆様のご多幸を心からお祈り申し上げまして、追悼の言葉といたします。追悼詩の朗読と慰霊の音楽演奏です。2011年3月11日、東日本大震災、あの日の悲しみと苦しみを私たちは決して忘れません。犠牲となった人々の思いを忘れてはならない。そして語り継がなければならない。あの日、冷たい水の中で生きたいという願いを叶えられなかったたくさんの人々がいたことを。多くのさまざまな思いとともに2年が過ぎました。この思いが大いなる希望に変わり、それを手にすることこそが犠牲となられましたみたいな対する大きな目標と信じます。